はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。ということですね、本日の動画ですね、サムネタイトル見てもらったら全国民がわかると思うんですけども、2013年 WBC 侍ガチャ聞いてみて、ありがとうございます。いや、侍来ましたね。OB 第6弾来ると思ったけどね。あのね、いろんなね、予想してる YouTuber の方がね、まあ、僕も視聴者として、うん、僕あの予想とか全くできないから、一視聴者としてね、OB 来るって言ってたから、OB 来るんかな、OB 来るんかなと思ってたら、OB 来なかったね、嘘つき。うん。お前ら全員嘘つきやぞ。うん。予想なんかやめっちまえ、ほんまに。俺も視聴者としてね、信じちゃうんですよ。うん。僕はプロ野球スピリッツエースの実況やってますけども、1ね、うん、皆さんと同じユーザー目線でやってますから、予想とか全く興味ないんで、はい。あなたたちが頼りなんですよ。うん。なのに嘘つかれた時にはもう、あなたたちのこと信用できない、もう。うん。まあ、そんなことは置いといてね、ちょっと見てみましょう。じゃあ、こちらですね、2013年。いやー、マジか、14人いるよ、14人。いや、きついな、これ、全員引くんは、さすがに。ちょっと、コンプリートはね、僕、この時、あんまりこう、なんていうかな、めちゃめちゃ見てたわけじゃないんですよ、この WBC。だから、そこまで思い入れはない。うん、思い入れ補正はないんで、まあ、欲しい選手だけ引いていきます。で、サイリーも来てるということで、まあ、どっち引いた方がいいとかね、また後で言うわ。はい。で、まあ、今回の侍の選手は、なんか、使えるみたいやね、e スポーツ大会で。で、累計ありますよ、ということで、じゃあ早速選手見ていきましょう。まず阪神の尾身選手。いやーかっこいいね、尾身選手。能力は、ま、あ、そうか、ツーシームあるんすね。俺の持ってたっけな、尾身選手。タイピンなしと。ま、もう尾身選手と言ったらね、このね、このこういうフォームですよ。はい。このこういう、おお、グローブがこう、こうなるよね。なるほどね。で、鳥谷選手ね、ま、ラインドライブじゃないけど、広角打法がついてるんかな、確か。うん。広角と盗塁がついてるから、鳥谷がスタートしているのね。うん。その印象が強いから盗塁がついたんでしょうね。で、まあね、守備もいいしね。うん。左打ちやし、欲しいね。いや、これね、ちょっと何がだるいかっていうと、あのね、最強決定戦がね、3月に来るんすよ。で、その最強決定戦までに、純正最強決定戦ね、選手極みにして称号をつけないといけない。鳥谷選手だったらこれミート型にしないといけない。で、さっきの能見選手だったらこれ全道地いけるんすよね。で、俺この2人極みで持ってないんで、1からなんすよ。ってことは、またガチャ鬼引かないといけない。もう最悪、もう最悪マジで。ちょっと落ち着いたかなと思って、OB 第6弾で落ち着くかなと思ったら、またお金かかる。きつ、これどうしよう、もう最強決定戦。諦めようかな、マジで。この2人いないと勝負できないし、最強決定戦は阪神でね。阪神で出ようと思ってるんで。いや、きついな。で、今村選手、あ、今村選手2013年選ばれてたんや。カピバラ3兄弟のうちの1人ね。うん。懐かしい。で、杉内選手ね。ベンチには杉内がいます。ポロ、ね、うん。この年あれやな、そんなに俺試合見てなかったけど、そういうなんかイメージ、うん。そういうなんかちょっとネタ系のイメージがあるわ。杉江選手2009年の WBC のやつで出たね、俺持ってるわ。うん。2013年も杉江選手が出るということ、なるほどね。で、巨人内海選手、この内海選手は、スロースクリューなんや。あ、ツーシーム、ツーシーム C。ただ、あー、超大ピンチないんか、なるほどね。うわー、じゃあ TS の方が強いかもな、TS。この内海選手ね。うん、この内海選手3ステも高いし、スクリュー A でツーシームないけど、超大ピンチコントロールということで、この内海選手持ってる人は継承しなくてもいいと思うわ、俺。うん、今回ゲットした A ランクで、スピ解放した方がいいかもね。で、山口哲也選手ね。山口哲也選手、哲也選手ね。うん。俺、山口哲也選手の手が言いにくいんですよね、なんか。山口哲也選手になっちゃうよ。で、ツーシームと、なるほど。はいはいはい。で、安倍晋之助選手ね。ホームラン。安倍し、おー、広角ないよ。なるほどね。じゃあ、この前出た、侍の安倍選手の方が強いね。てか、巨人4人やん。きつ。巨人の最強決定戦で出る人きつくない？これ。かわいそう。鬼やな。で、井端選手来ました。なんか画質悪ない？え？コラが？井端選手だけ誰かが作った感あるやん、これ。X ミンが作った感あるよ、これ。X ミンの方が上手いんちゃうか、下手したらな。うん。ただ、鳥谷がスタートしているには、井端選手が必須やからね。うん。この2013年の WBC はもう、この井端選手と鳥谷選手がいないと。はい。まあ、いらんけどな。うん。まあ、使わんけどな。かけらか選手ラララララ、かくなか
を歌いたいがために欲しいだけある。うん、まあ、角中選手はね、皆さんが知ってる通り、あの追い込まれたらノーステップ打法になりますんで、はい、これはね足上げてますけど、ツーストライク追い込まれたらノーステップになります。はい、プロスピもね、うん、そこリアルで。摂津選手、なるほど、高速シンカーのシンカー、西シンカーね。まあ摂津選手はね、特殊能力がまあね、キレだけなんすよね、使えんのが。いや、防御率1点台でこの能力低すぎな。オール A でもいいでしょう。うん、査定低すぎるわ。で、松田選手、ラインドライブの松田選手、超ライドラチャンスハイボールヒッター、まあまあ強いね。俺ね、多分松田選手持ってるんすけど、この松田選手、俺多分ね、現時点でプロスピで持ってる選手で一番この松中選手がスピリッツ低いかも。うん、一番低いかもしれない。この背景かっこいいな、ほんで。うん、このプロスピの背景かっこいいな、2019年シリーズ2。おそらくね、もうほとんどが継承してるんですけど、この松田選手は継承せずに置いてるんで、一番古いかもな。で、内川選手ね、なるほど、内川選手確か、ちょっと苦かったんちゃう、この WBC。ちょっと僕もあんま、記憶曖昧やけど、なんか苦かった思いがあるな、確か。気のせいかな、ごめん、気のせいやった、ごめんね。中断道ね、なるほど。まあ、リアタイ的にもリーグ的にもそこまでですね。で、炭銀。まあ、炭銀も総力型やね。完全総力型。リアタイもちょっときつい。で、中田せ、あれ、中田選手、この写真なんか前も使ってなかった。気のせいか。古日中田翔か。なるほど。今年中日で頑張ってほしいですね。うん。ほんでや。うん。で、このサイリンが来てる。うん。サイリン。ワールドスターのサイリンがね、大谷選手も来てるんちゃう、これ。うん。ダルさん、大谷選手ね。ここで緊急速報です。大谷選手、結婚おめでとうございます。いやー、ちょっとね、今編集中なんですけども、まさかね、ツイッター見たら大谷選手が結婚したということで、ちょっとね、急遽あのおめでとうございます報告をさせていただきました。はい。で、くれぐれもね、あの羽生くんの件みたいな感じでガチ恋勢とかね、うん、あの部外者、あと週刊文春とかその辺ですね、もういろんなこと嗅ぎ回ったり誹謗中傷とかして大谷選手のシーズンに影響を及ぼした際にはね、俺たち野球ファンが黙ってないからな。ああ、お前ら全力で潰しにかかるから、大谷選手の今年のシーズンマジで邪魔だけはすんなよ、マジで。伊藤純也選手の件もあったしな。この際には俺たちが暴れさせてもらいます。はい、ということでね、大谷選手ご結婚おめでとうございます。まあね、おそらくね、まああのリアタイしかやらないリアタイキッズの方たちが、多分おそらく僕のコメント欄で渋い渋いって言うと思うんですけども、皆さん安心してください、渋いです。いや、もうこれはもうね、リアタイキッズのために、うん、リアタイしかしない子たちのために、多分僕の口から言ってほしいでしょ。うん。俺がここでね、いや、暑いなとか言ったら、またね、あの、お前、意地張んなよとか言われるんで、まあ、リアタイ的にも、うん、リーグ的にも正直ね、渋いっちゃ渋いっす。はい。ただ、プロスピをね、単純に楽しんでる方、で、最強決定戦をやる方からしたら、もうね、引かないといけない。何としてでも引かないといけないというガチャになってますんで、まあ、その方たちはね、引きましょう。うん。もう単純にね、この2013年の、WBC に思い入れがある方とかはもう引こうよ。うん。ただリアタイしか興味ない方はこのね、あのサイリン引いといて。うん。このサイリンは引いた方がいいと思う。藤波選手も強いし、大谷選手も強いから。で、しかもね、2013年が出たということは、2017年も出る可能性があるという噂を聞いてます。で、しかもそちらは坂本選手とかいたり、いや、けどね、これもね、全員出てないでしょ、2013年も多分。マエケンとかもいたもんね。マエケンけどワールドスターで出たからか。どうなんやろね、ちょっと来週2017年来るんか分かんない。俺も正直その辺は。その辺は、ちょっとまた予想系 YouTuber の方たちに任そう。ただその人たちは外すけどね、予想ね。信じられないよ、もう僕、うん、僕も信じてない。うん、まあ動画は見るけどね。はい。ということで、じゃあ引いていきましょうか。さあ、とりあえず狙いはね、あのね、鳥谷選手ともう能見選手、もうこの2名以外は正直いらないです。はい。まあゲットしたら、まああのその継承とかね、できるやったら継承して使う可能性はありますけども、もうこの2人は最強決定戦で必須なんで、この2人をゲットして、で A ランクも、A ランクもいります。はい。で、極みにして使ってみたらやりたいなって感じ。ただ 30% やからな、S ランク出ても確定外は。厳しいって。うわぁ。さあ、ちょっとね、皆さん、昨日の動画ね、見てくれた方ありがとうございます。そんで、あのね、おととい、あの、2日連続動画休んじゃったじゃないですか。まあ、その理由がね、あのね、僕の好きなあの、エスパというグループの、うん、あの、カリナという女性がいるんですけども、熱愛が発覚しました。はい。まあ、そのせいでちょっとね、心が病んでしまい、あの、二日連続休んでしまったことになったんですけども、まあ、もうね、復活しましたけどね。うん。おい、イ・ジェウク。うん。え、ジェウクやったっけ？イ・ジェウクやった？イ・ジェウク！幸せにしろよ、お前。泣かすなよ、絶対。な。絶対泣かすんじゃねえぞ。
じゃあゆく、パリナ任したぞ。じゃあゆく。ということで、まあ別に何とも気にしてないんですけどね。はい。無理無理俺ら、うん、なんか熱愛報道でなんかショック受ける人の気持ちがわからん俺。お、中田翔。いやまあそれ若干ショックかもしれんけど、正味そんな俺たちがショック受けるほどもユタももう雲の上の存在の人やから、うん、そんなねショック受けじゃないって応援しましょう。はい、あの好きなねアーティストの恋愛は応援しましょう。はい、皆さんね、うん、さあお願いします。これ2枚引きある？2枚引き、2枚引き来い。そしてジチームエース来てほしい。お願いお願い、長子くん、長子くん、ちょっと待って、これ、この長子くん、この長子くんに、あー、この長子くんにならないといけない。2枚引きはない。ギューンギューン、カメラ。いや、マジかー。いや、マジでね、もう、能見選手と鳥谷選手以外はいらない。あー、山口節也選手、うん、いやちょっと A ランクの鳥谷選手と能見選手もゼロ枚やから今俺。お願いします。はい。あー、まあ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 比較的、うん、比較的まあ当たりの方ではあるけど降格ないんよな。継承はしないかな。うん、とりあえず今日90連目まで引いてワンチャン今日の生放送で追加ガチャするか、うん、まあ累計もやりたいな今日の生放送で。累計どんぐらいで終わる教えて、プロスピーバーク。ちょっと知ってる方教えてほしい。そうお願い。いやーこれもないっすね。さあここ確定です。お願いします。え、めっちゃレインボー来るやん。このレインボー来た時は2枚引きしてくれ頼む。そしてペコペコ。いやーマジかー。最低でも自チームエース来ないとマジで。さあお願いします。いやーこれマジで引かないとこの方が出てくるよ。今写真出てると思いますけどね、こっちか、うん、写真出てると思うけどこの VIP が、うん、春日 VIP 版がね、うん、春日 VIP 版が殴り込み行くよコナミに。いやーお願い、カメラカメラ、盗撮記者会見お願い。よーし、え、よし、え、マジでよし。え、これ鳥谷選手か能見選手確定。え、熱っ。え、マジで熱い、バリ嬉しい。ってことはあと、あと何年、あと何年、あと30連あるんか。あと30連でどっちか引けばいい。お願い。さあどっち。よし。ただ A ランク集めないといけないんすよ。え、ちょっと待って、あのさ、この侍ジャパンってあのサイリンやったっけ。え、待って、サイリンなかったら結構きついぞこれ。え、どうやったっけ、ちょっと教えて。え、サイリンなかったらガチできつい。 A ランクだってこのガチャで集めないといけないからだいぶ厳しい。てか A ランク5枚じゃ済まないよ。うん、あの、あ、裏エース。え、来た。え、裏円来た、裏円。ちょっと A ランク、あの称号用も集めないといけないから。そう、はい。いやー、めっちゃ引きいいけどな。あと20連お願い。それなんかあとね、昨日、え、一昨日ぐらいなんか YouTube がバグってたらしくて、まあ僕動画投稿してない日でよかったんですけど、だからあのおすすめに動画が出なくなったバグがあったらしくて、チャンネル登録してる人しかなんかあの表示されないバグがあったらしいんですよね。なのでね、皆さんあのもう一度ね、まあチャンネル登録、うん、してください。はい、チャンネル、そういうバグがあった時にね、VIP の動画に気づけないかもしれないんで、チャンネル登録してたらね、あの気づけたらしいんでね、お願いします。はい、チャンネル登録ね、してない方はしてください。はい、まあどっちでもいいけど、まあチャンネル登録正直僕ね、どっちでもいいんすけど、まあそういうバグがあったら嫌なんでね、うん、登録しといてほしい。正直動画見てくれたらそれでいいんすよ、チャンネル登録してなくても。ただそういうバグがあった時にみんなが動画見れないっていうことがあったら悲しいので、チャンネル登録しておいてください。はい、またレインボー出ました。舐めてます。うん、この確定の時しかレインボー出さないコナミ舐めてます。はい、さあ2枚引きお願いします。はい、いや鳥谷、いやーこれもうこれラストね皆さん。はい、あとはちょっと生放送で引こうかな。うん、イベントやって。いやー、カメラカメラ来い。いやーマジかー。まあまあしゃあない、まあそんな甘くはない。うん、じゃあ能見選手かぶって、うん、能見選手かぶってくれ。これ能見かぶったらマジでテンション上がる。お願いします。はい、いやーリュウク。あ、さあラストいきます。さあ誰。はい、そっちかぶるんかーい。